ペドロ・スビハナ・レサは、スペイン・サンセバスティアン出身の料理人。サンセバスティアンにあるレストラン、アケラレのオーナーシェフ。新バスク料理運動に携わっている。ミシュランの星を有するバスク地方の料理人。前列右から3番目、オモナガの赤眼鏡がスビハナ。祖父はグルメな人物であり、父親はパティスリーの経営者だった。1948年に、 バスク地方のギプスコア県サンセバスティアンに生まれた。大学は医学部に進学する予定だったが、自身が作った弁当を食べた友人に料理人の道を進められて、進路を転換させた。ギプスコア県、サラウツにあるルイス・イリサールの料理学校で学び、卒業後にはイリサールから校長の座を託された。また、マドリードのホテル学校でも学んでいる。 その後学生に指導する側となった。1975年には、サンセバスティアンの市街地から5キロメートル西の農村部に、アケラレを回転させ、1978年には、ミシュランガイドで一つ星を、1982年には二つ星を得た。アケラレのオーナーシェフを務める傍らで、スペインヨーロッパ、北アメリカの機関で料理コースの指導者となっている。 1970年代から1980年代には、フアンマリアルサックと共に、伝統的なバスク料理を尊重した上で変革をもたらす、新バスク料理運動を開始し、サンセバスティアンの街の料理の質を底上げした。モンドラゴン大学の食科学部に相当するバスク、クリノリーセンターでも教壇に立っている。バスク州の公共放送である ATB では、ペドロスビハナの料理という、 冠無理番組を持ち、1992年から1400回以上も続く長寿番組となった。2003年には、国際的なシェフの団体である、ユーロトックの会長に就任した。2007年には、ミシュランガイドで3つ星を得た。これらの功績が称えられ、2015年には、サンセバスティアン氏の特別功労賞である、タンボールデオロデサンセバスティアンを受賞した。 2016年にはスペイン教育、文化、スポーツ賞によるスペイン芸術勲章を受賞した。開けられは全席からビスケーワムを眺めることができる。ありがとうございます。